本当に恵まれました。十分使命を果たせるように、よく頑張りましょう。恵み深い天の神様、日本の広島、 G7 首脳会が無事に行われました。本当に和気あいあいな中で良い集会がもたらされたことを感謝申し上げます。それに加えてゼレンスキーご夫妻も参席して傷ついていたところまでも皆さんによって 本当に守られ愛されて感謝を申し上げます。ユン大統領も参席ができましたことを感謝申し上げます。これからは韓日日韓の間が一歩進んで、もっと愛し合う両国になられますように願いを申し上げます。神様、ユン大統領がこの 岸田首相と共に礼拝慰霊碑の中で本当に頭を垂れて戦場のこの死に対して黙礼をしたり心を合わせて子孫の皆さんにも良い機会慰めの機会を与えられて韓国にも 招待するようなこのような気持ちを表せて感シャをいたします。神様、また韓国のソウル玉山三ハム競技場ではグレハム・ビリグレハムの50周年の集会が行われる予定でございます。広島 G7 広島首脳会議が終わって間もなく、こんなに素晴らしい大会が行われるので感謝を申し上げます。一人でもおろそかに伸ばすことなく、身を豊かに結べられますように、外で奉仕をしている役割をしていらっしゃる先生たちや奉仕者たち、お一人一人の上に使命感を与えてくださいまして、 素晴らしい大会が行われますように、世界からも多くの国先生や信徒さん、信徒の皆さんたちが一緒に尊い世界を味わうことができますようにお願い申し上げます。神様、こんなに梶山先生を尊く、こんなに素晴らしくお持ちになって感謝を申し上げます。神様、 小山礼二先生が現に召されましたが、先生の後を横支えて先生の足跡を横ついていかれますように力を7倍をも与えてくださいませ。この教会を街道を私たちにお許してくださった、そんな教会の上に祝福してくださいませ。神様、私たちが 吉田先生と平島先生を育てになって、弱い教会ですけど最善を尽くして迎えて、ソウル日本人教会を面々に続いていけるので感謝を申し上げます。神様、どうか今日我らの献金が少しでも神様の皆のために大きく用いてくださいませ。神様、本当に今日の説教 梶山先生でなければならない素晴らしい説教をいただいて、もっと生産式を与えられる時、心で感謝して謙遜に受け入れることを学び、いたしました。すべてを感謝して、尊い我が主イエス・キリスト様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。